この銀座の夜空が見える中での屋上でのっていうのはいかがでしたか？でも実は初めてだったので、はい、夜空で月も見えて、で雪も舞ってっていう感じで、はい、すごいいい経験になりました。スグリ選手でしたら、はい、こういった場所をどういう風にして楽しみたいですか？そうですね、比較的フィギュアスケートっていうと今ですとこう若い女の子がこう競技、まあ、よく見られるのは競技してたりっていうことが多いと思うんですけど、やっぱり本当にお酒も出てるっていうことで、こう大人な雰囲気のこうなんかスケートリンクの過ごし方っていうのが、ここの松屋さんでできたらなんかちょっと変わった感じになるんじゃないかなと思います。